高橋市は岡山県にある市である。県中西部に位置し、広島県と境を接する。市の中心部は、備中松山藩の城下町であり、山城の備中松山城で知られる。あたゴループ橋付近から眺めた市中心部古来から備中国の中核を占め、近世では爆藩体制のも備中松山藩の中心地であった。市内を流れる高橋川、は 成和川などにおいて、高瀬船によって、玉島港まで物資の輸送が盛んに行われたため、物流の中心として発展した。現存する十二天守で、唯一の山城である備中松山城の眼下に、広がる武家屋敷及び町屋や神社仏閣が立ち並ぶ、城下町が市の中心部に位置する。また、市の北側に位置する成和城付き地区は、 かつて銅山とベンガラの巨大産地として繁栄を極め、現在もベンガラ漆喰兵器の赤い街並みなどが見られる。このことから、吹谷地区は2020年、ジャパンレッド発祥の地として、日本遺産に指定された。この他にも、1648年から踊り継がれる、喧嘩最大の盆踊りである、松山踊り、高橋氏が発祥の地である、伝統芸能の備中かぐら。 一部地域の祭事で奉納される渡り拍子など豊かな歴史的遺産と文化に彩られている。朝に霧が発生しやすく、特に秋から冬のよく晴れた風の弱い日には高い場所で雲海を見られることが多い。微中松山城から離れた場所にある雲海展望台からは条件次第で雲海に浮かぶ微中松山城を望むことができ、その姿は天空の城と称される。 他にも市内には、川上町の家高山公園、松原町の松原霧の海展望の丘、宇蟾町の太平山展望台などの雲海の名所がある。現在の高橋市は2004年に、高橋市、常房郡宇蟾町、川上郡成和町、川上町、備中町の一市四町が合併し、新設された市である。高橋市中心部周辺の空中写真、 2018年7月12日撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。岡山県中西部に位置し、地域の大半が日比高原上の丘陵地からなる中山間地域である。平成の大合併により広島県と接するようになるなど大幅に地域が広がった。 東西に 35km、南北に 30km で、岡山県の7.7%を占め、岡山県内の市町村では4番目に広い面積を有している。しかし、岡山市や倉敷市のように旧国をまたいでの合併はなかったため、全域が総社市と同じ旧備中国に属している。市内を高橋川が北から南に干流し、支流の丘川、 なりわ川が合流する。中心市街地は高橋川になりわ川が合流する地点の北側に広がる盆地に位置し、城下町の古い町並みを残している。また、なりわ地区の中心地もなりわ川沿いの盆地で城下町であった。標高は盆地部が50メートルから100メートル、丘陵部が300メートルから500メートル。市の西部は地質が石灰岩室であり、 石灰岩地帯特有の渓谷が見られ、特に、備中町を中心に、石灰工業が盛んである。また、備中町、布賀地区では、世界的に珍しい見石をはじめ、備中石など新鉱物である鉱物、鉱石が発見及び産出される。年間を通して、霧がよく発生する。そのため日照時間は、岡山市に比べると少ない。丘陵部では、 昼夜の気温差が大きく、冬季には積雪も見られる。盆地部は比較的温暖である一方、初夏から夏にかけて日射による熱がこもりやすく、県内でも特に気温が上昇し、最高気温が摂氏35度を超える猛暑日となる日も多い。2020年8月9日から9月1日の24日間連続猛暑日となり、国内新記録となった。 また、その間の2020年8月21日に最高気温摂氏39.3度を記録したが、これは岡山県内最高に並ぶ記録である。天気予報の区分では、高橋地域に属し、岡山地域、東美地域、倉敷地域、伊笠地域ともに、岡山県南部として扱われる。行政区域は2004年合併前の旧市町と、同じく高橋、宇宙、 なりわ、川上、備中の5地域に区分される。市の中心である備中高橋駅周辺、落合町、なりわ町の国道313号沿線には市街地が形成されており、人口が集中しているが、その他の地域では小規模集落が広く分布している。合併後の住所表記は、旧高橋地域は従来通りとし、旧四町も、 高橋市0 0町0 0の形で表記する。大技の文字は省略する。例、川上郡成和町大技下も高橋市成和町下しとなる。例は2年国勢調査速報値によると、人口は29,101人で、減少が続いている。年齢別分布を見ると、典型的な中山間地域の特徴として、高齢化率が38.6%と高く、 これは、岡山県内15市で3番目に高い数字である。その一方で、市中心部にある、きび国際大学や、重症高等看護福祉専門学校の影響で、19歳から23歳までの年齢別人口は突出して多く、中心市街地が学生の街であることが見て取れる。人口に占める外国人の割合は約、約3.2%で、 県内27市町村で最も高い。藩主が平時政務を取ったお猫屋政門跡、山田報告1240年、宇か里との地頭である秋葉重信が大松山に最初の城を築いた。1331年から三好市一族の高橋宗康が居城した頃には、三つ目の小松山にまで縄張りを拡大。この辺りの地名はこれまで、 高橋であったが、上主が自分の姓を呼ばせるのを嫌ったためか、松山に改めている。以後、備中国のほぼ中央に位置する要衝として、その支配権をめぐる幾多の争奪戦が繰り広げられた。こうした戦いも、関ヶ原の戦いを境に終わりを告げ、江戸時代に幕藩体制のもとで備中松山藩として発展。小堀氏、水谷氏の時代を経て、 城下町の形成が進んだ。高橋川の水運を利用した高瀬船の往来により、高橋が物流拠点の地位を確立したのもこの時代からである。幕末には藩主、板倉勝清が山田報告を登用して産業分野で成果を上げ、明治以降の繁栄の基礎を作った。高橋は四国の伊予松山藩に対し備中松山藩と呼ばれていたが、 母親戦争において、備中では、旧幕府軍につき、一方、与川新政府軍についた。そのため、明治維新後の廃藩地県では、伊予松山藩を、松山藩とし、備中松山藩は、高橋藩と故障を改められて、現在の高橋氏の前身となった。成和の各首相は、1189年、河村修正が築城したと伝えられている。 1617年、成和藩主の山崎家春が成和城を築き各く主城は廃城。1639年、水谷勝隆が入るも、1642年美中、松山城へ移り、成和藩は一旦廃藩。1658年、山崎家春の分家である山崎豊洋寺が成和藩へ入り、以後山崎家が廃藩地権まで収めた。 原子域の高橋川愛東の大部分は、河陽軍、異性の大部分は、下道郡であった。後に、東部は、上房軍、西部は、川上郡として分立。2001年9月28日、高橋市、上房軍右官町、北房町、河陽町、川上郡成和町、川上町、備中町の一市六町で、高橋地域合併問題研究会を設置し、 2002年6月28日には任意合併協議会を設けた。一方、7月29日に、火曜町は、水戸郡鴨川町との2町で、法定合併協議会を設置し、11月5日に、高橋地域を脱会した。また、北房町は、住民投票の結果、真庭地域との合併を望む、票多数であったため、2003年4月28日に、脱会した。 残る高橋市、宇寛町、成和町、備中町、川上町、備中町の一市四町で5月16日に法定合併協議会、高橋地域が合併協議会を設置し具体的な協議が行われた。基本的協議事項のうち合併方式は新設合併とし、新市の名称は高橋市、新市事務所は合併前の高橋市役所に置くこととした。 2004年3月12日に調印式、3月19日に各市町議会で議決、3月31日に県へ合併申請を行い、10月1日に新市が発足した。中心市街地に本庁舎を置き、2004年合併前の旧4町に各地域局を置く。旧高橋市域の9カ所に地域市民センターを、 なりわ地域局管内3カ所に連絡書を配する。また、土木事業に関する業務のうち、なりわ町、川上町、備中町の一部の業務は、西部土木事務所が管轄する。解体前の旧高橋市役所本庁舎現在の庁舎は、旧本庁舎の老朽化に伴い旧駐車場と旧通路一帯に建設されたものである。2013年12月着工。 2015年5月1日で、旧庁舎の業務を終了し、5月7日から、新庁舎での業務を開始した。庁舎移転に伴い、それまで、大半の部局や議場があった、旧本庁舎、管理課及び、定住対策課があった、旧分庁舎、産業経済部の大半と教育委員会事務局があった、旧第2庁舎、上下水道課があった浄化センターと、4カ所に、 点在していた部局は新庁舎に集約されている。旧本庁舎は解体、撤去され、跡地は隣接する、元市民会館跡地とともに駐車場として使用されている。また、敷地内道路はやや北側に移設された。旧分庁舎は解体され公用車駐車場及び倉庫が建設された。旧第二庁舎は、現在、高橋障害者総合相談センターとして、 使用されている。浄化センターの施設自体は継続して稼働中である。2021年6月1日、本庁舎から移転した。岡山県備中県民局高橋地域事務所、岡山県微北保健所高橋、警察署姉妹都市高等学校との教育交流協定有効都市その他高橋中央、病院市内の病院及び診療所は、上記に、 精神科単価を加えた4病院、25診療所である。なお、市内に分娩を取り扱う病院及び診療所はない。ため、分娩については、市外の参加施設と連携を図りながら行える、体制の確保が進んでいる。市のママサポート119により、緊急時における参加施設へのアクセスの確保を進める。妊婦健診は地元で受けることができる。 高橋市図書館私立の図書館として、以下の一館4室がある。高橋市図書館は、移動図書館を行っている。美術館、資料館は、高橋市美術館、資料館を参照高橋総合文化会館高橋は、古くから教育に熱心な土地柄で、江戸時代に、藩校の優秀館から多数の人材を輩出した。明治時代には、 岡山県下で最も早く創立した、殉承女学校や、旧正高橋中学校による教育的土壌がある。これが礎となり、高橋市は学園文化都市づくりを掲げ、学園と地域との連携及び、その活動を支援する環境づくりに取り組んでいる。高等教育機関として、私立大学1校、私立専門学校1校を要する。ただし、 これらの学校は、名目上は、私立学校であるが、高橋市の出資によって設立された、学校法人殉承学園の下にある学校で、実質上は、第三セクター運営の学校。そのためかつての高橋市長は、殉承学園の理事職も兼務していた。高橋市には、大学連携室という部署が設置されている。中等教育機関として、県立高校2校、 私立、高校二校、私立高校一校、私立中学校六校を要する。初等教育機関として、私立小学校十五校を要する。就学前教育機関として、私立認定こども園三園、私立幼稚園八園を要する。君国際大学高橋キャンパス、岡山県立高橋城南高等学校、高橋市立、松山高等学校高橋市内総生産は、 約1480億円で、岡山県内27市町村で9番目に大きい。内訳は、第一次産業が約55億円、第二次産業が約695億円、第三次産業が約722億円、関税闘争の他が約8億円である。高橋市民所得は約760億円、1人当たり約249万9000円。 内訳は、雇用者報酬が約527億円、財産所得が約40億円、企業所得が約193億円である。高橋市民のうち、15歳以上就業者数は14,830人で、産業別就業者あり合いは、第一次産業が1,874人、第二次産業が4,361人。 第3次産業が8365人である。夢タウン、高橋ポルカ天馬やハッピータウン事業所数は461で、この内卸売業は67事業所、小売業は394事業所である。従業者数は2180人で、内卸売業は336人、小売業は1844人。 年間商品販売額は約396億円で、卸売業が約118億円、小売業が約278億円。代表する商業施設として、1990年に開業した、夢タウン高橋とポルカ天マやハッピータウンがある。また、高橋市民のよく利用する買い物先も、夢タウン高橋とポルカ天マやハッピータウンの2店舗が、 他の店舗を大きく上回っている。備中高橋駅から100メートル西側のアーケード商店街である栄町商店街はかつて美北地区一番の商店街として栄えた。駅開業前の1925年に住民が1日で道路を完成させたことから1日道路と呼ばれていたが街が大きくなるにつれ多くの商店や映画館、パチンコ店がのを並べた。 駅前大通り沿いには二つの鉄筋建物があり、西側は高橋デパートが、東側は美北バス本社や美北会館などが入った。1956年頃には4館あった、映画館が1973年に姿を消した後、栄町通りをはじめとする市街地の商店街は、マイカーの普及や郊外型ショッピングセンターの出店などで客足が遠のいた。 製造業の事業所数は60、従業者数は3924人。製造品出荷額等額は約1480億円。製造品出荷額等業種別に見ると、輸送用機械器具が約837億円で最も多く、ついで金属製品が約296億円。非鉄金属が約90億円。生産用機械器具が約48億円。 家具、装備品が約41億円と続く。家具、装備品は全国平均より従業者割合が高い。市内の製造品は貨物自動車により輸送される。販売農家数は1722個、総農家数は3212個である。経営工地面積は1270ヘクタール。農業産出額は78.3億円である。 分類別で最も多いのは果実23.3億円であり、ついで鳥22.7億円、米9.6億円、野菜7.9億円、乳幼牛5.8億円、肉用牛3.6億円と続く。農地は多くが高原地帯に位置しており、冷涼な気候を生かした果樹や野菜の栽培が盛んに行われている。特にニューピオーネ、夏脇トマトは 県内屈指の産地である。もともと県下有数の旗箱の産地であったが、収益性の高い乳ーネへの添削や後継者難から年々旗箱の出荷量は減少している。地域の黒毛和牛は古くからビッチュ牛と呼ばれ、現在は J バレの国岡山がブランド化を進めている。かつては市中心部で江戸時代から牛や馬の売買が行われていた。 旧藩時代から街路上で取引が行われていたが、1874年に禁止され、1885年には人家や井戸近くでも禁止されたため、同年南町に高橋家畜市場が設置された。市場はその後取引等数で、岡山県内最大、関西市大市場の一つに数えられる、模範市場となった。しかし、飼育農家の減少などで、 牛の入場等数は年々減り続け、1991年久世町の総合家畜市場への統合をもって、高橋家畜市場は廃止された。備中高橋駅と高橋市複合施設中心となる駅、備中高橋駅備中高橋駅には、特急、役もは全て停車するほか、以前より停車実現への取り組みを行っていた、新大特急、サンライズ出雲についても、 2015年3月14日のダイヤ改正から停車している。備中高橋駅から岡山方面へは普通各駅停車が毎時1から2本、特急や雲が約2時間に1本。所要時間は普通で岡山駅まで51分の64分、特急や雲で岡山駅まで約35分である。新見方面へは普通各駅停車が約1時間に1本。 特急や雲が約2時間に1本。所要時間は普通で新見駅まで33分の51分、特急や雲で新見駅まで約30分、米子駅まで約1時間40分である。路線バス高橋バスセンター乗り場美北バス。高橋市内の路線バスは主に美北バスが運行している。高橋市複合施設1階の高橋バスセンターを中心に 市内各地や吉備中央町、真庭市へ向けて路線網を形成している。また、川上町から成和町、落合町安部を経由し、岡山市中心部へ1日3の4往復運行する。成和町坂本から新見市中心部へ向かう路線もある。美北バスの他に、北振りバスが川上町の茨城との境の地区から茨城中心部へ向けて運行している。 コミュニティバスとして、高橋市生活福祉バスがある。高速バス高速バスは、高橋市内が支店及び終点となる路線は現在は、ない。ただし、岡山自動車道をうかにインターチェンジ本線停留所を経由する岡山勝山線を中鉄北部バスが運行している。住民生活用観光用、高速道路一般国道高橋市街を通る、国道180号、 国道313号超区間国道484号のアタゴループ共主な幹線道路は市の東側を高橋川沿いに南北に貫く国道180号と市の南西から北東へ5本の高橋川水系に沿って貫く国道313号である。また国道484号は市中心部から海洋インターチェンジへのアクセス機能を持つ 東北形状最も交通量の多い箇所は、国道180号と国道313号との徴用区間の打ち落ち合い、京都交差点、川端町交差点で、1日、約2万3000台である。主要地方道一般県道市道高橋市道下町、薬師院線と、本町なら以前高橋市道、本町ならい線、高橋市道下町薬師線市内は、高橋 MA に属し、 市外局番は0866となっている。高橋郵便局郵便番号と周配局の対応は以下の通り。新聞放送高橋中継局がある、あたご山と計測山かつては、公営の高橋市成和優先テレビジョンも存在していたが、高橋市情報化計画により廃止となった。市の中心部では、 高橋 UHF 局と高橋松山局が同じ場所にあるため UHF アンテナ1本で全チャンネルを視聴することができるがアナログ放送では TSC テレビ瀬戸内のみ中継局を設置していなかったデジタル放送では TSC も地局しているためケーブルテレビに加入しなくても全チャンネルが視聴できるようになった高橋中継局が受信できる 高橋市中心部では各世帯でアンテナを立てて直接受信で視聴している世帯が多いがそれ以外の山間地域では設置されている中継局が NHK のみか民放が地局していても在岡か2局しか地局していない場所が多いためアンテナを立てずケーブルテレビに加入したり共同受信アンテナなどを経由して視聴している世帯が多い NHK は 中継局がないため、岡山市にある本局を直接受信するが、夜間は懇親妨害がある。採用放送高橋ラジオ局は、AM ステレオ放送を実施していたが、2011年3月21日より、モノラル放送に戻った。新阿里和川ダム最下東吉が1911年11月に、事業許可を受け、1912年1月、北備え電機を設立。 発電所を松山村に建設。1912年6月に事業開始し、供給区域は上房群高橋町、松山村、川上郡成和町。1915年3月には成和町葉山に水力発電所を建設し、合併前年には供給区域が上房群住家、町村、川上郡合化町村、木尾郡三加村まで拡大した。 1923年6月に、備中電気に合併する。中国電力は、備中町の成和川中流部に新成和川ダム、田原ダム、黒鳥ダムの3つの発電施設付きダムを建設し1968年に完成した。すべて、中国電力。詳細は、高橋市内の文化財参照。備中松山城。 本丸来宮寺庭園高橋キリスト教会堂と、高野川筋のイルミネーション浮かん、上山公園吹き屋の街並みささせ行動屋高山、高橋市成わ美術館機美、川上ふれあい漫画美術館スポーツチーム毎年開催されるスポーツ大会場、または、藩の養殖政治、官職経済軍事学術芸術芸能スポーツ、高橋市の歴史において功績を残したとして、 市民衰退されたもの。前述した高橋出身者及び居住者は除く。その他、吹き城下町、高橋、備中松山城を中心に多数のテレビドラマの撮影が行われている。ウィキトラベルには高橋市に関する旅行ガイドがあります。高橋市に関連するチリゲータマイナスオープンストリートマップ。ありがとうございます。